はい皆さんお疲れ様ですこまめです今日はですね12月の15日なんですけれども昨日ですね菅首相急にですねあの年末年始のですね GoTo ト,トラベルを一時期休止にするっていう発表があってまあ、大混乱になってますでこれちょっと面白いのがですねあのー、まあ中止を したことに対しても批判する人当然いるんですけれども、まあ、継続を続けてきたことに対してもですね、まあ、批判をされるっていうふうにこのもう両方からですねあのかなり批判をされています。 で、どうしてですね。その菅首相がこんなにフルボッコにされるのかっていう、ちょっと理由を考えていきたいんですけどもまあ、その前にですね。ちょっとあの両方からのですね。その批判の声を見ていきたいと思います。で、まず一つがですね。あの最初がエビデンスがないっていうことです。これはですね。もうあの政府も言ってるんです。けれどもま goto トラベルとあの。 感染拡大のですねその詳細に関係があるようなデータがないと、まあ、言ってるんですけれども、じゃあ、なんで中止にするんだよって話なんですけれども、まあ、もしかしたらですね年末年始に想定外に混み合って、ですねそれでまあ広がってしまうかもしれないんで、その予防的措置っていうんであれば、ですねわからなくもないんですけれども、まあ、それならそうとです、ね、はっきりそう言えばいいんですけれども、なかなかそうはちょっと言ってないんで、ですねあのまあ、どうなのかなと思います。 あと、やっぱりですね、中止をしてしまうと、年末でですね、もう倒産してしまうような、その会社が。 旅行業者がですねこの出てきてしまうんじゃないかっていうところですでもちろんですねそのホテルだったり旅館とかだけじゃなくてですね、まあ、そこにいろいろ商品を、まあ、例えば高級食材を卸しているような業者さんとかもあるんでですね、まあ、そういったところも含めてその年末倒産みたいなことがあるんじゃないかっていう危惧がやっぱりありりますでやっぱり突然のことだったんでですねこの大混乱です、でこれはですねもうやっぱり、まあ、どっかのタイミングでっていうのはあったのかもしれないんですけども 逆にです、ね、こ,のこれがどこのタイミングで出されるかという予想がついていけばです、ねまあ、混乱も多少は避けられたのかもしれません。 あとまあコロナは風のただの風邪だっていう人もいるんでですねまあこの辺はちょっといろいろ分かれるところでしょうけどもで逆にですねまあ継続を批判している声ですで、これまあ押せよっていううふの言ってた人も含めてなんですけどももうすでにですね感染拡大は手遅れだと、今更何やってるんだともっと前に手を打つべきだったとそうすればあの年末年始にですねあの旅行ができて あのゴート,ートラベル中止せずに済ん,じゃ済んだんじゃないのかなっていう声もあります、あと私、これちょっっとですねやっぱり思うところがあるんですけども、この GoTo ト,トラベル、まあ、非常にこの不平等感が強いです、で実際にですねあの医療関係の方とかはもう全くそんな旅行なんて行くこともできませんし、まあ、ちょっとですう、ね、がった見方をすれば、ですね、まあ、こんな旅行に行って、コロナに感染した人をやっぱり、 医療従事者がですね大変な思いをしてみないといけないってなるとちょっとやっぱりやってらんないんじゃないかなと思いますあと、まああの、同じような話なんですけども、まあ、観光業だけずるいと、まあ、この声はですねやっぱりやりましたやっぱすべての業種とは言わないんですけどもやっぱりコロナでですね、まあ、大打撃を被っている業種で例えばそれがですねやっぱり少ない数が少ない業種だとですね何の手も差し伸べられてない場合っていうのも多々あります。 でもっと言うならですねあの観光業の中でもですね例えば安いビジネスホテルなんかっていうのはこれはも全然お客さんがやっぱ来てないようなんでですね、まあ、この辺はちょっともう大変なんじゃないかなと思いますね。ね で、やっぱりですね。あのー、税金でやる政策なんでもう全員が全員で,ですね。100%の人が納得いくっていうものっていうのはですね。あのー、存在しないと思うんですけども、やっぱりあの観光業界99%減っていう確か数字があったと思います。でもしですね。この裾野が広い。 観光業界含めてですね関連業界が一気にこの潰れてしまったらやっぱり社会に与える打撃っていうのはかなり大きかったでしょうから、まあ、その辺はですね観光業を支えるやっぱり政策っていうのは必要だったんじゃないのかなと。 思いますただし、ですねちょっと GoTo トラベルのやっぱ内容がですねちょっといかがなものかなと感じますね。で、まあ、無限くら寿司じゃないんですけども、なんか、行かないと損をするみたいな、ちょっと変なバイアスがかかったようなですね気持ちになってしまうんで、この辺のですねやっぱ政策の中身っていうのは、やっぱり、 まあ、ただじゃないんですけど、どうしてもですねむちゃくちゃお得すぎるようなものっていうのは、なかなかちょっとやっぱり考えるべきだったんじゃないかなと思います、それとですねもう一つやっぱりあの問題としてはですね 世論、あのー、によってもう政策をちょっとコロコロ変えているとしか思えないようなものです、で筋の通ったですねあの政策が一本ポンとあったら、ですねそれはも世論、あのー、がどうであれ、その世論が100%正しいというわけじゃないんで、ですね、あのー、その辺はやっぱりちゃんと筋道の通ったも,、あのー、ものがあればですね良かったんじゃないかなと思います。えー やっぱりですねそのこんな風にやっぱり首相菅さんが叩かれているのはですねやっぱりどうしてもですねやっぱりもう戦略も何もないこのダ作だったこの Go to t r a v e 自体がですね、まあ、これがやっぱり全てじゃないかなと思いますやっぱりですねもう最初から引き際は考えたりだとかまあ、例えばスタートする時もですね本来もう感染が収まってからっていう話だったのをまあ、やっぱさっさと始めてしまってるんでですね でやっぱりでやめどきだとか引きどきだとかですね、まあ、そういったところもきちっと初めから示しておけばですねあのここまでの混乱はなかったんじゃないのかなと思います。ごご視聴ありがとうございました